小形義信2012水の歌小形義信は宮崎県都の城市出身の彫刻家、現代美術家である。1971年からイタリアに在住。詩人のワンと呼ばれる霊利地で制作を続けている。一滴の雫は流れとなり、成長して洋々たる海のごとき形態となり、蒸発史上記は 水滴となり水に戻る水の循環を生命の循環に例え輪廻をテーマに主に大理石、ブロンズ、木などを使って彫刻制作をしている。1953年制作のアメリカ映画ローマの休日の撮影にビア丸型のアルチーデティコのアトリエが舞台となり、グレゴリー・ペックと共にティコ自身も映画に出演している。 1951年アトリエにて撮影された、当時の撮影現場の写真とティコが制作した、グレゴリー・ペックの胸像の写真は、エーティコ・エル・オペラ・スタンペイリス、トレント出版の P28 と P29 に掲載されている、ジョルジョ・ D ・ゼノアの評論文。小型石で雫を刻む人間や、自然により構成された実存する現実の記憶を、大理石や、 一般石の中にその形が閉じ込められているかのように、遭遇の観念、しかも人間実存そのものを、自然の生命循環に例えた、途切れることのない循環運動を暗示的に表現している、症状流ン一滴に始まる一筋の流れ、千変万化の水。水の織りなす文様は、生あるものの一生に何か共通したものがあるのでは。空からの水滴に始まり、 大地に流れ、大海に漂い、蒸発して再び空へ戻る、水の動きを、人間の一生と絡めて具象化した1997年水博物館にて二人展、ポルトガルのイタリア大使館公演、イタリア文化会館公演日本大使館、公演日本文化会館公演史跡、石田三成人地跡に設置角は、力強さの象徴であり、割り開かれた隙間は未来に向かって開かれた。 空間であり、そこから新しい何かが生まれ出る予感を表す雫を持つカブート。幼い時の水や火についての記憶や、青年時代に、船の上で一年間過ごした、太平洋、インド洋での貴重な経験は、私にとってまさに水の記憶であり、火の記憶であり、私の心の原風景なのです。小型ヨ信評論文、クラウディオ・ジュメリ・グラフィック部門、神話伊藤賞。 ジョバンニ・ボッカチオ600周年記念特別賞、エミリア・ロマーニャ州文化財に指定される。ありがとうございます。